皆さんこんにちは、金子慎です。今日はですね、やっぱりロジャーかなという感じで、似てる似てないは別ですよ。もういいところを取る。で、皆さんもロジャーのこういうところを真似したいとかありますよね。では行きましょう。よろしくお願いします。まあ僕のロジャーのイメージですね。ロジャーと言ったらまあこれかなっていうのを3つ挙げたいと思います。ロジャーと言ったらこの顔を動かさないこのフォアハンドですよね。ここに壁があるというイメージと、あとですね、顎ですね、顎を残しておくというイメージを持ってください。肩の下、左肩フリーハンドですね。フリーハンドが左肩が顎の下に入って、そのまんま右肩が来るイメージですね。特にですね、ボールを追ってしまって顔が動いてしまう方、その方もですね、少しロジャーベレラを意識して止めておくというのでもいいと思います。顎を動かしたらどうなるんでしょう。特にボールを持っちゃって、要はイメージですね、顎とこのラケットでボールを挟むイメージですね。そういうイメージを持ってください。2つ目ですね、僕の中ではロジャーはリターンなんですよね。もう計算されたもうリターン、絶対ミスらないリターン、そうブロックリターンなんですよね。エースはないんだけど、ブロックリターンで確実に相手に打たせる、やらせる、ここが僕はロジャーの強さの秘訣だと思います。ロジャーはですね、セカンドサーブでも使うんですよね。ここが他の選手との違い、ここがロジャーの強さの秘訣の中の一つなんじゃないかなというふうに思います。ですので、ここはですね、セカンドサーブのブロックリターン、まあ、ついでにフォアサイドのブロックリターンも行きたいと思います。特にですね、セカンドサーブのブロックリターンはボールが弾むので少し前で取るかと思います。その時に大切なのは打った後のポジションですね。打ち終わった後、ポジションを確保する、これまでが練習だと思ってください。相手が一番どこが打ちやすいか、クロスコートですよね。ですので、クロスコートのこのスペースを少し埋めるようにします。というふうにバリエーションがんじゃないかなというふうに思います。じゃあファーストサーブが少しブロックリターンを入れておきましょうか。皆さんの試合の時もですね、使うことをお勧めします。スライスじゃないです、ブロックですね。なのでこのようにして攻撃的にならないようにしてください。やはりスライスですね。鋭いスライスを使った展開を含めたですね、3つ目、スライスで相手スライス突き合った時にフォアハンドで回り込んで攻め込む、ここではダウンザラインを打ってみましょう。スライス、そしてボールが滑るので相手もスライス突き合った、それに対して予測通りクロスコート来たのを回り込んでダウンザライン、ダウンザラインも角度をつけられるダウンザラインを打つようにします。ロジャーフェデラーになりたいをテーマにですね、まあ、ロジャーフェデラーの真似とかではなく、いいところをどのようにして自分のプレーにアドしていくかってこと
ことですよね。で今回ロジャー・フェデラーについて取り組みましたが、他のプレイヤーも参考にしてですね、いいところを皆さんのプレーにですね、何かこうお役に立てるですね、長所をですね、また切り抜いていきたいと思います。もしこの動画が参考になれば高評価、そしてチャンネル登録、 SNS のシェアもですねよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。